ネットワークへの接続性というのはどんどんと進化してですね、どんどん簡単になってきているのは皆様はご存じの通りだと思いますが、さらに Windows 7ではそれが簡単になっておりますというところでございます。使えるネットワークというのがここに一覧として登場しますというウィンドウが今回は搭載をされています。ちょっと今これをこの会場でやっているので、いろいろな公衆無線 LAN とかですね、引っかかってきてはしまっているんですが、このウィンドウの中で、今までもですね、利用可能な無線 LAN というのは表示をする機能がございましたが、このウィンドウの中に無線 LAN だけではなくてダイヤルアップの接続であるとか、それからまたさらに会社でもお使いになるような方であれば会社の VPN とかですね、そういったものを全ての接続をこのウィンドウの中で管理ができますし、ここから簡単に接続というようなことができるようになります。 Windows 7にはですね、 Windows Connect Now というテクノロジーが標準で搭載されていまして、これは業界の標準でございます WPS Wi-Fi Protected Setupその WPS をサポートしておりますので、非常に簡単にそのルーターとの接続というのももちろんできるようになっています。ですので、そのつながるというのは非常に簡単にできるというのがまず一つ。 Windows 7で新しく搭載された機能としてホームグループという機能がございます。でこのホームグループというのはですね、家庭の中で、PC がネットワーク上に何台かあります。それがそれぞれからもちろんインターネットにつながっていますというような、いわゆる LAN という形で、組まれているのは組まれているとしてもですね、その PC 同士で、ファイルであるとか、あと写真であるとかビデオというような、それぞれのコンテンツを共有するという設定をしようとするとですね、やはりその共有の接続の設定であるとか権限の設定であるとかって、やはりなかなかネットワークの知識がないと難しいところもございましたが、今回のこのホームグループは非常に簡単にそのコンテンツの共有というのができるのが特徴です。 PC が4台同じハブにつながってましてですね、でそこにこの PC が新しく追加されるというような状態でございます。で今このホームグループの設定を開きますと、ホームグループこのうちには設定されています。すでにもう何台かで共有がされている環境でございます。でそこに対してすぐ参加というこのボタンを押しますとですね、この PC のそれぞれ写真であるとか音楽であるとか、それからあとローカルでつながっているプリンターも含めてですね、共有するものを選ぶ画面になりまして、次へとやるとパスワードを入れる画面になります。これは非常に簡単にパスワードっていうのがパスワードなんですが、これで入れますと。でそうしますとですね、これでもうすでに完了した状態になってまして、これで今新しくネットワークに参加したこのパソコンはですね、ホームグループに参加して、この家庭の中にある他の PC のコンテンツを相互にこう見られるようになっていますという状態です。エクスプローラーの中にですね、今回ホームグループというこの項目がございます。で今ご覧いただくとですね、いろいろな、これ今2つのユーザー、1台の PC ですけどが見えると思いますけれども、こういった形でですね、ホームグループに参加することによって他の PC も同じこのエクスプローラーの一つの画面からローカルのファイルだけではなくて、ホームグループ上のユーザーのファイルというものにもアクセスができます。ですので、例えばここで検索しますと、普通にいつも通りにこのファイルを検索するのと同じようにですね、検索をしますというような形にすると、今どの PC につながっているんだかですけれども、このホームグループ上に例えば今2つのユーザーが見えてましたが、いくつものPC、いくつものユーザーがあったとしてもですね、そこの中から検索をしてきますので、実際使われる方からすると、今自分が探そうとしているものがどこにあるのか、自分のパソコンの中にあるのか、それともネットワーク上の他のパソコンにあるのかというのを全く意識することなく検索して、見たいものにたどり着けるというのがこのホームグループの特徴でございます。